化成品分類番号の冷化製品分類番号とは、日本国有鉄道が1979年10月に制定した積み荷の性質を簡潔に表す記号番号である。戦後の高工業、とりわけ化学工業の発達に伴い、タンク車を中心に私有化車の形式が多くなり、それに伴い専用種別の積み荷の種類が多くなってきたが、化学物質を中心に、 一般的でない罪に名称も増えてきたため、仮に事故が発生した際、適切な処置を取るためには、専門的知識が必要となり始めた。罪に名称の中には、商品名ですらあるものも存在したため、専門的知識の幅が広くなり、迅速な緊急時の対応が難しくなってきた。このため、すべての専用種別に対して簡潔に性質を表す、表記として、 化製品分類番号が1979年10月に制定された。1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道でも引き続き使用している。またタンク車以外の貨車やタンクコンテナ、鉄道輸送対応の ISO コンテナにも表記が行われている。なお近年、化製品分類番号が変更されたものも一部存在する。 表記記号番号は以下のように制定された。化成品分類略号、化成品分類番号10位、化成品分類番号1位主な品名に対する化成品分類番号と表記された貨車、コンテナを下記に示す。厳密には小石灰輸送コンテナ積載用。ここでは重油や潤滑油といった因果点の高い石油製品を指す。ここではガソリンや灯油、 軽油といった、因果点の低い石油製品を指す。厳密には液化塩化水素輸送容器輸送用。ありがとうございます。